6月25日午後4時の海。太平洋側に依然停滞している梅雨前線は関東地方に局地的な雨を降らせています。この影響で80ミリから100ミリの雨量が予想され、河川の増水、土砂崩れなどに注意をしてください。また関東地方平野部ではところによって雷が発生し、不安定な天候になっています。現在関東地方に雷雨注意報、大雨洪水注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。午後4時の気温は28度で平均を7度上回り、この後もあまり気温が上がらず、湿度が高く、ジメジメとした蒸し暑い夜になるでしょう。東京地方、これからの天気は、今夜は雨、時々曇り、ところによって雷でしょう。降水確率は、ジメジメと肌にまとわりつく梅雨の日でした。すごい格好だな。いっぺんに持てそうだったから。お父さん、これ取ってください。あ、お父さん、私が変な格好だから笑ってるんでしょ。意地悪しないで早く取ってください。ああ、これな。やっぱり無理しちゃダメですね。そうさ、足も怪我してるんだからさ。でも情けないな。何がですか？森田さんに下の世話までさせてしまってさ。世話だなんて。私にできることなんてこれぐらいしかないですから。本当はもっともっとたくさんお父さんのお世話したいんですけどね。きっと天国とお母さんも怒ってるんだろうな、出来の悪い嫁だって。怪我してしまって本当に申し訳なく思ってるんですよ。そんな。お父さん、おむつ一応変えておきますか？ああ、そうしようかな。あ、じゃあ起こしますね。よいしょ。悪いね。いいですか？寝ますよ。はい、じゃあ行きますよ、せーの。よいしょ。いきます。よいしょ。大丈夫ですか？
父さん。ん？やっぱり、うちで一緒に暮らしませんか？一夏だけ、一夏だけ一緒に暮らしませんか？そうすれば哲夫さんもここを建て替えるなんて言わないだろうし。お父さん、このてるてる坊主、お父さんにそっくりですね。そうかい？自分で作ったから似てるのかな。もうすぐ梅雨が明けて、今年の夏は猛暑だそうですよ。お父さんの怪我もまだかかりそうですし、冷房のないこの家でこの夏を過ごすのは大変だと思うんです。だから一夏だけね、お父さん。梅雨明け、まだ慣れない体に灼熱の夜。今夜も帰らずか。お父さん、早いですね。ああ、今日はシャワーだけにしといたから。そうですね、今夜特に暑いですもんね。いや、たまにはマリナさんに綺麗な風呂入ってもらおうと思ってさ。いつも年寄りの後だと汚いだろ。何言ってるんですか。そんなわけないじゃないですか。汚いなんて一度も思ったことありませんから。すまない、そんなに怒ると思わなかったから。ああ、私、お父さんが入った後のお風呂ってあったかくてぬくもりが感じられて大好きなんです。最近ずっと一人っきりだったんで。まだ今夜も遅いのか。ここんとこずっとじゃないか。私のせいだな。違います。あの人仕事が忙しいとこういつもそうなんですよね。お父さんもそうでした？こう一つのことに夢中になると周りが見えないっていうか、人の気持ちが考えられないっていうか。マリナさん、体ももう治ってるのにこうして一緒にいると楽しくて、ついつい甘えちゃってね。でももう戻らないとね。ダメです、お父さん。約束したじゃないですか、一夏って。まだ夏は始まったばっかりなんですよ。約束ですからね。
その予定だったんだが、予定が変わって。しかし暑いなこの部屋。ねえ、あなた上着は？上着？会社だよ、会社。会社に忘れたんだ。タクシーに乗るとき、上着着てなかったから。携帯とか入ってるんじゃないの？私電話しましょうか。あ、いや、いい。それは大丈夫だから。置いてきた場所がどこか分かってればいいんですけど。なんだよ、その言い方。会社だって言ってるだろ。そんなことより、水をくれよ。熱い。はい。いい気なもんだよな。息子の家に来て、ただ飯かっくらって。明日は早いし、無理してでも、会社に泊まればよかったよ。わざわざタクシー乗って帰ることもなかったな。はい。ああ、ありがとう。そうだ。マリナ、カバンの中に封筒があるから取ってくれ。